小西博之君、はい、民主党新緑風会の小西博之でございます。冒頭これ通告をさせていただいておりませんけれども、おとついの朝日新聞、そして本日の共同通信でございますけれども、元最高裁長官山口茂長官が、元長官がこの安保法制、このようにおっしゃっています。集団的自衛権の行使を認める立法は違憲と言わなければならない。憲法9条についての従来の政府の解釈は単なる解釈ではなく規範へと昇華しているものである。9条を改正するのが筋であり、それが正攻法でしょうというふうにおっしゃっております。また安倍内閣が限定的な集団的自衛権が認められる、その論理の根拠としています、いわゆる昭和47年政府見解の読み替えについて、何を言っているのか理解できない、憲法上許されないと許される、こんなプラスとマイナスが両方成り立てば憲法解釈とは言えないというふうにおっしゃっています。また同様に限定的集団的自衛権を合憲の根拠としている驚くべき安倍内閣の暴論、砂川判決の見解について、非常におかしな話だ、砂川事件の判決が集団的自衛権の行使を意識して書かれたとは到底考えられませんというふうにおっしゃっているところでございます。また集団的自衛権を我が国が行使するのであれば、当然安保条約を変えるべきであるということをおっしゃっているところでございます。皆様ご承知のとおり、最高裁長官は憲法の番人というふうに尊称を持って、日本の我が国の法の支配、そして立憲主義を守る砦として我が国の法の支配の中に位置づけられていたところでございます。永谷大臣に伺います。この元憲法の番人の方がおっしゃる安保法制についての憲法解釈、違憲であると明確におっしゃっているんですけれども、これは間違いであるとお考えでしょうか。簡潔に答弁を願います。永谷大臣。はい、ご指摘の報道は承知いたしておりますが、現役を引退された一私人の発言にですね、政府の立場でコメントをするということは差し控えさせていただきます。いずれにしましても、政府は繰り返し申し述べているとおりです。この法案は合憲であると、すなわちこれまでの政府見解の基本的な論理は全く変わっておりません。またこの基本的論理は政府が述べているだけではなくて、砂川判決による最高裁判決の考え方を機を逸にするものでございます。小西君。はい、この山口茂元長官は当然砂川判決が出された後に最高裁長官を務められた方です。その方が砂川判決に限定的な集団的自衛権を合憲の根拠とする、その安倍内閣の考え方を真っ向から否定されているわけでございます。しかしこの憲法の番人の考えを、私人であっても関係ないですよ。日本我が国の法の支配を守ってきた、並ぶものが他に並ぶものがない、そのまさに法と憲法の専門家の方の見解でございます。しかしそれを否定されました。実はもう一人番人として崇められていた方がいらっしゃいます。内閣法制局長官でございます。最高裁元長官は憲法の番人と尊称を与えられておりました。内閣法制局長官は法の番人という尊称を与えられておりました。横畠内閣法制局長官に伺わせていただきます。先ほど私が申し上げましたこの山口茂元最高裁長官の見解、憲法違反であるという見解、砂川判決は根拠にならないというような見解、そうした見解はすべて間違いであると、法の番人として元憲法の番人に対してその見解は間違いであるというふうにお考えでしょうか。大臣の答弁よりも長い答弁はお控えください。大臣の失礼ですから、簡潔にお願いします。横畠長官。ご指摘の報道は承知しておりますけれども、いちいちのご意見についてコメントはいたしません。小西君。委員長。元私、内閣法制局長官というのはですね、法の番人のなぜ尊称を与えられるかというと、その違憲立法を体を張って阻止する、それが内閣法制局長官の役割でございます。我々国会が定めた内閣法制局設置法に基づいて、政府の中の法の支配を守るために、政府が違憲立法を国会に提出するのを阻止するために、内閣法制局長官は存在するのであります。安倍内閣総理大臣のために、安倍内閣のために存在するのではございません。ではなぜ法の番人と呼ばれるか、今、お手元に資料が3部ございますけれども、はじめ7月1日の閣議決定を、コピーがございますけど、横書きの、それを1枚めくっていただいて、マジックで2ページ目がございます。
法の番人の何たるかについて、横畑元 長官の先輩である本物の内閣法制局長官の発言がございます。マジックの2ページのですね、高辻元内閣法制局長官のこの言葉ですね、点々点、同局名か、これを横畑長官、読み上げていただけますでしょうか。横畑長官、これまでにも何回か読み上げたことがあると思いますが、重ねてのことでございますので、読み上げます。点々点、同局の法律上の意見の改陳は、法律的良心により是ないと信ずるところに従ってすべきであって、時の内閣の政策的意図に盲従し、何が政府にとって好都合であるかという利害の見地に立って、その立場をしのぐというような無節操な態度ですべきではない。この人今、委員長はじめ同僚議員の皆様が共有していただいた、この元内閣法制局長官、高辻長官のこの矜持、これが本物の法の番人の矜持でございます。しかし、この横畑長官、もう皆様ご案内のとおり、論理的に憲法違反ではないかという質問をしても、いわゆるその300大言を駆使して、まともな答弁をされないところでございます。実は先ほど申し上げました山口茂元長官は、同じインタビューでこういうふうにおっしゃっております、朝日新聞でございますけれども、内閣法制局の現状をどう見ていますかという質問に対して、非常に遺憾な事態です。法制局はかつて内閣の良心と言われていた。内閣法制局は、時の政権の意見や目先の利害にとらわれた憲法解釈をしてはいけないというふうに、元最高裁長官がおっしゃっているところでございます。まさに先ほど横畑長官に読み上げていただきました高辻元内閣法制局長官の矜持と全く同じ文言が、共一にする文言、趣旨が言われているところでございます。で、菅官房長官に伺わせていただきます。横畑法制局長官、私元霞が関の官僚でございまして、菅長官がかつて総務大臣だったときに、総務省で入れ違いぐらいだったと思いますけど、課長補佐を務めさせていただきました。まさに霞が関で内閣法制局長官というのは、法の番人として尊敬の念を持たれていたところでございます。しかし、今、その霞が関の官僚、いろんな方々、私、知り合いでいらっしゃいますけれども、横畑長官は安倍総理の顧問弁護士というふうに言われております。国民の憲法をまさに意図的に恣意的にねじ曲げて、そして国会でその内容、答弁を求められれば、全く論理的に関係ない破綻したことを繰り返す、まさに300大言を繰り返す。法の番人ではなくて安倍総理の顧問弁護士というふうに言われております。菅長官に伺います。横畑長官の法の番人として、先ほど山口茂元最高裁長官、憲法の番人の見解を否定されました。菅長官も同じく山口茂元最高裁長官の見解は間違っているとお考えでしょうか。簡潔に答弁を願います。菅内閣官房長官、官房長官。先ほど防衛大臣が答えたとおりであります。小西君、山口元長官の見解を否定されました。まさに磯崎総理補佐官が、法的安定性は関係ないというふうにおっしゃっておりますけれども、内閣全体としてそういう意思であるということで、ご確認をさせていただきました。では、この山口元内閣最高裁長官の見解が正しいということを立証を試みさせていただきます。お手元の資料をご覧いただけますでしょうか。先ほどの 7.1 閣議決定ですね、めくっていただいたページ、2ページでございます。中谷大臣に伺います。ちょっとテンポよく伺わせていただきますので、この2ページですね、2ページの一番上、ここは4月1日以前の憲法9条のもとにおける自衛権の発動の要件、いわゆる自衛権のこの3要件が書かれているところでございます。真ん中の昭和60年の森清衆議院議員ですね、自衛権と憲法9条のもとにおいて認められる自衛権発動者の武力行使は、我が国に対する強迫性の侵害があること、我が国に対する強迫性の侵害があること、これを排除するために他の適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことという3要件に該当する場合に限られると解しているというふうに言っているところでございます。中谷大臣に伺います。簡潔に答弁ください。この3要件は、限定的な集団的自衛権を法律としては含まない、当たり前ですよ、だからこそ新3要件を作ったんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。中谷大臣。これは自衛隊が発足した当時でございまして、
まあ、いわゆる旧三要件、個別的自衛権に基づく三要件であると理解しております。小西君。簡潔なことで、限定的な集団的自衛権を法律として、この三要件は含まない、4月1日の三要件は含まない、当たり前のことを聞いています、なんで答えられますか、はい、イエスかノーかで答弁ください。確認の、はい、なんで答えられないんですか。中谷大臣。含まないに決まってるじゃん。はい、第一要件にですね、我が国に対する旧約不正の侵害があることと、まあ、いうことで、前の三要件であると認識しております。小西君。もう一度聞きます。限定的な集団的自衛権を法律として、その前の三要件は含まないという理解でよろしいですか。なんでこのこと答えないんですか。イエスかノーかで答えてください。含まないに決まってるんだ。決まってるじゃん。中谷大臣。はい、昭和29年当時の、安全保障環境を当てはめた要件であると思っています。60年ですね、昭和60年、はい、これは旧三要件で、我が国に対する、旧白不正の侵害があると、まあ、いうことで、昭和60年、の発言であると思っております。小西君、はい、びっくりするような答弁拒否が来ましたので、では別の聞き方を、もうこれは答えられるはずですので、3要件、4月1日以前の9条の下の自衛権発動の3要件は、限定的な集団的自衛権の行使を許容していないと、そういう理解でよろしいですね。中谷大臣。はい、その通りだと思います。当時の、当てはめにおいて、自衛権の範囲で、考えたということで、集団的自衛権は入ってないということでございます。小西君。はい、で3枚資料を配らせていただいているうちの、防衛庁の政府見解ですね、この横書きの大臣にお手元に見ていただきます、秘書官すぐ渡していただきますか、このお手元にありますか、防衛庁の政府見解、この横書きのものです、中谷大臣に聞きますので、早く資料をお手元に、3つお配りしているうちの、一番上です、一番、はい、お手元に今行きました、では質問させていただきます、そのマジックを引いたところですね、こちらはですね、3部資料をお配りさせていただいておりますので、自衛行動の範囲についてというものでございます。中谷大臣に伺います。このマジックを引いているところですね、憲法9条の下において許容されている自衛権の活動については、政府は従来からいわゆる自衛権発動の3要件、我が国に対する脅迫性の侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと、および必要最小限度の実力行使にとどめるべきことに該当する場合に限られると解釈するということですけれども、今申し上げ、私が読み上げました自衛権発動の3要件に係るこの3つの事項ですね、これは先ほど確認いただいた昭和60年、29年でも結構ですけど、3要件と全く同じ内容という理解でよろしいでしょうか。当たり前のことを聞いています。中谷大臣。はい、その通りであると思います。小西君、はい、ありがとうございました。では、先ほどの3要件ですね、昭和29年、あるいは昭和60年の3要件には、限定的な集団的自衛権は許容されていないという答弁をいただきました。そうすると、今確認いただいたこの防衛庁の政府見解の中にですね、自衛権発動の3要件に該当する場合に、憲法9条の自衛権の発動は限られるって書いてますから、この中には限定的な集団的自衛権は、限定的集団的自衛権は許容されてないと。この文章の産業においてという理解でよろしいですか。もうその通り当たり前です。中谷大臣。はい、当時の認識といたしましてはそうであったと思います。小西君。当時の認識というのはよくあるんですが、まだ許容されてないということですが、許容されているかされていないかだけお答えてください。中谷大臣。当時の産業権でございますので許容されていないということでございます。
小西君、はい、ありがとうございます。明確な答弁をいただきました。では先ほど の横畑長官に読み上げていただいた紙にまた戻っていただきまして、1枚めくって3ページに行っていただけますでしょうか。昭和47年政府見解の中に集団的自衛権があることを発見した昭和47年政府見解でございますけれども、42年ぶりに今まで誰も発見されてなかった集団的自衛権をこの中に発見した、だから憲法違反ではないんだというふうに安倍内閣は言っているところでございます。でそれの考え方でございますけれども、3ページの議事録ですね、これもう確認させていただいたので、私が読み上げて最後、中谷大臣にこの通りで間違いないか確認だけさせていただきますけれども、上の線を引いたところですね、集団的自衛権のうち限定的されたもの、つまり限定的な集団的自衛権を行使するということが、昭和47年政府見解のいわゆる基本的な論理、丸1、丸2に現に含まれていると、法律として含まれているということ、でそれは下ですね、昭和47年政府見解を作ったときに、作った当時から法律として含まれている、こういう理解でよろしいですか。イエスだけで結構です。はい、その通り。中谷大臣。はいはい、これは丸一丸二、まさに基本的論理でございますので、含まれているということでございます。小西君、はい、ありがとうございました。次、めくっていただきますと、ちょっとこれは私、安保法制を阻止するための本を書かせていただいたんですけど、ちょっと飛ばさせていただきまして、次の5ページでございます。これは8月3日の私が横畑長官に質問させていただいたことですけれども、もう確認されてますけど、今一度、中谷大臣に伺わせていただきます。この昭和47年政府見解を作った方ですね、当時の内閣法制局長官の吉国さん、次長の真田さん、一番上の20歳のところをご覧いただきますか、角田第一部長さん、あと起案された早坂参事官、この方々がその下の方に行っていただいて、限定的な集団的自衛権を含む基本的な論理を、一番下の段落に行っていただきますと、右側ですね、この4人の頭の中にその基本的な論理が当時からあったんだと。でその当時からあった限定的な集団的自衛権の論理を、この昭和47年政府見解に書き込んだと、そういう理解でよろしいですかと私が聞いたら、横畑長官は基本、一番下線のところですけれども、基本的な論理の部分は、その47年政府見解で示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当時の担当者は見守っていたと、つまり頭の中に限定的な集団的自衛権を含む基本的な論理を頭の中に持っていて、それを47年見解の中に書き込んだというふうに横畑長官は答弁しているんですけど、こうした答弁は政府の見解としてよろしいでしょうか。イエスかノーかだけでお願いいたします。はいはい、どうぞ。中谷大臣。はい、横畑長官が答弁したとおりでございます。委員長、小西君。ありがとうございました。では、これから安倍内閣が行った解釈会見、そして安保法制を根底から覆す追及をさせていただきます。実は、昭和47年政府見解には、2つの政府見解があったんです。今まで安保国会が開かれた衆議院からずっと追及されている、限定的な集団的自衛権が含まれているという政府見解と、同時に実は全く同じ日です、昭和47年の10月14日にこちらは内閣法制局が作って参議院の決算委員会に提出した、でこちらは防衛庁が作って参議院の決算委員会に提出した、そしてそれは同じく元1ヶ月前の9月の14日社会党の皆口議員の要求によって作られた政府見解でございます。中谷大臣に伺います。先ほど中谷大臣はこの防衛庁の政府見解には限定的な集団的自衛権は許容されていないと明確に答弁をなさいました。しかしこの昭和47年政府見解にはこれを作った人の頭の中に限定的な集団的自衛権の論理があってそれが書き込まれているんだと今明確にお認めに答弁なさいました。同じ日に我が参議院に提出された政府の政府見解が矛盾するんです。中谷大臣に伺います。安倍内閣としてどちらの政府見解が正しいと考えているんでしょうか。両方正しいのか、あるいは両方間違っているのか、どちらかが正しいのか、どうですか、明確に答弁をお願いいたします。中谷大臣。はい、両方正しくて矛盾しておりません。というのは、この昭和47年当時ですね、集団的自衛権と憲法との関係で示された基本的な論理にいうところの、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および国追求の権利が根底から覆される。という旧迫不正の事態に当たるのは、我が国に対する武力攻撃が発生をした場合のみであると認識をされておりました。で、この自衛行動の範囲については、そのような認識の下で、従来からのいわゆる自衛権発動の3要件を前提として、我が国に対し、外部からの武力攻撃がある場合において、
憲法第9条が許容している自衛行動の範囲について説明したものでありまして、2つの資料が矛盾するものとは考えておりません。小西君、今の中谷大臣の答弁はもうずっと繰り返しているその詭弁の答弁なんですけれども、関係ないんですね、事実認識は。法理として憲法9条のもとにおいて、集団的自衛権の行使が許される法理、論理が政府見解として書かれているかどうかが問題なんです。防衛庁のこの政府見解、この中には限定的な集団的自衛権は許容しないとしていないと明確に答弁をされました。ところが、昭和47年政府見解にはこれはあるというふうに言っています。あると言っているのは安倍内閣だけですけれども、ないんですけれども、もう一度答弁をお願いをいたします。昭和47年政府見解には限定的集団自衛権があると安倍内閣は主張し、しかし、今、自らお認めになりました。同じ日に出された防衛庁、あなたが率いる防衛省のかつての防衛庁です。が作った政府見解です。どっちが正しいんですか。矛盾してるじゃないか。矛盾してる。中谷大臣。はい、矛盾をいたしておりません。この47年当時のですね、集団的自衛権と憲法の関係で示された基本的な論理にいうところの、この外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由および航空追求の権利が根底から覆されるという急迫性の事態に当たるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合でのみであると認識をされていました。で、自衛行動の範囲については、そのような認識の下で、従来からのいわゆる自衛権発動の3要件、これを前提として、我が国に対して外部からの武力攻撃がある場合において、憲法9条が許容している自衛行動の範囲について説明したものでありまして、この2つの資料が矛盾しているもので、あるとは考えておりません。小西君、はい、先ほどの山口茂最高裁長官インタビューでこういうふうにおっしゃっています。昭和47年政府見解ですね、そこに、集団的自衛権が憲法上許されないと書いてあるものを許されるというふうにする、こんなプラスとマイナスが両立成り立てば憲法解釈とは言えないというふうに言ってるわけですけれども、まさに今、ここにプラスとマイナスが具体例として存在しているわけです。47年見解の中には、限定的な集団的自衛権はあるというふうにあなたが、安倍内閣がおっしゃっている。しかし当時の防衛庁の出した政府見解、全く同じ日に参議院の決算委員会に出した政府見解、しかも同じ質疑者に基づくものです、は、限定的な集団的自衛権はないというふうに言ってるんです、プラスとマイナスなんです。山口長官のお考えが正しい、憲法違反のことをしてるんじゃないですか。だから今の政府見解を否定してるんですよ。中谷大臣。はい、基本的な論理に基づいて、当時の当てはめとしてですね、書いたわけで、ございますので、矛盾をしてないということでございます。小西君、防衛庁の政府見解に書かれているですね、我が9条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については、政府は従来からいわゆる自衛権の発動の3要件、飛ばします、に該当する場合に限られると解している、これは当てはめなんですか。違いますよ、憲法規範そのものですよ。これは当てはめなんでしょうか。中谷大臣。はい、当てはめの結果だと思っております。小西君。では政府統一見解を求めます。これは当てはめの結果ではなくて、憲法規範そのものなんですけれども、これが当てはめの結果であるという論理的な理由を委員会に提出いただきますようにお願いいたします。ただいまの件に関しましては、後の理事会においてお諮りをいたします。小西君。はい、いや、今の中谷大臣の答弁が全くの間違いであることを決定的な証拠でお示しをさせていただきます。防衛庁の資料1枚おめくりいただきますでしょうか。防衛庁の政府見解ですね、1枚おめくりいただきますか、中谷大臣。秘書官すぐ、はい、はい、お手元にあります、1枚おめくりいただきますか。はい、起案文書が現れます。昭和47年10月13日に決裁されている起案文書です。この長官というハンコですね、内閣法制局、防衛庁の政府見解。秘書官、大臣補佐してください。はい、ここの、この長官という決裁欄の、その長官のお名前を読み上げていただけますか。中谷大臣。吉国長官です。小西君。はい、実はですね、この防衛庁の政府見解というのは、この昭和47年政府見解を作った吉国長官が決裁しているものなんです。なぜかと言いますと、防衛庁がこの政府見解を参議院の決算委員会に出すにあたって、内閣法制局に同じ憲法9条の解釈を聞いたものですから、それを内閣法制局に協議をしたんですね、でそれを受け止めた法制局が協議を決裁しているわけです。
吉国長官、真田次長さんは寮として、角田長官は角というサインをされています。もう一度、中谷大臣に伺います。中学生が考えても分かる、もう不正です、奇弁です、誰が考えても分かる、真っ黒な憲法違反です。吉国、同じ吉国長官たち内閣法制局の幹部が決裁した防衛庁のこの政府見解は、我が国9条の下で武力行使ができるのは、我が国に武力攻撃が発生した、かつての三要件の下、それに限られると。で、かつあなたは限定的な集団的自衛権は許容していないと、この政府見解は明確に答弁をされていました。しかし、安倍内閣はこの47年政府見解、内閣法制局の見解については限定的な集団的自衛権が含まれると言いました。同じ人たちが作ったものになぜプラスとマイナスが出るんでしょうか、限定的集団的自衛権があるとないなんでしょうか。じゃあ、あるとなぜない、あるとないが出るんでしょうか、明確に答弁をください。はい、中谷大臣。はい、当時の基本的な論理に基づいてですね、当てはめた結果ですね、そのように認識をしていたということでございます。小西君、その当てはめというその意味がわからないんですけれども、意味がわからないと全くのそのしょうがない、もう答えようがない奇弁を言ってるだけでございます。もうこれ、常識論の戦いなんですね。中学生や高校生でもわかるような、会社会見は単なるインチ不正、まあ、工事園というところのインチキの上に成り立っているわけです。でも論理的に答えようがないから、論理的に整合しないことを必死に言い張っているわけでございます。じゃあ、中谷大臣に伺います。この47年政府見解と、政府見解と、この防衛庁のこの政府見解、憲法9条の解釈として同じなんですか、あるいは解釈として違うんですか。中谷大臣。はい、基本的な論理につきましては、文言で書かれてますけれども、自衛の措置、これが認められているわけでありますので、それに当てはめて、見た結果であるということでございます。小西君。もう一度中谷大臣に伺うんですけれども、もう何回言ってもその当てはめというわけのわからない答弁しかされないんでしょうけれども、これ、明確に安倍内閣の見解によれば、今、あなたが答弁した、大臣答弁したとおりですよ、2つの憲法9条の解釈が同じ日に参議院に提出された政府見解で存在することになるんです。どっちが正しいのか、当たり前です、防衛庁の政府見解が正しいんです。で、本来、この47年見解も正しい解釈なんですけど、それをねじ曲げているところでございます。じゃあ、中谷大臣にまた重ねて伺わせていただきます。先ほど横畑長官にこの読み上げていただいた資料ですね、資料をちょっとおめくりをいただいて、たくさんの資料の方ですね、6ページをご覧いただけますか、6ページ、6ページ、6ページ、実はこの昭和47年政府見解と防衛庁の政府見解を作った3人の方のうちの角田元内閣、当時第一部長ですけど、内閣法制局長官になられた方です。最高裁の判事も務められた方です。最高裁の判事も務められた、憲法の番人でもあった方ですけれども、その方のインタビュー記事が載っております。高校野球の野球球児の写真がありますけど、その隣に河川を引いてますね、河川を引いていると。ここの河川を引いた文章を読み上げていただけますか、中谷大臣。中谷大臣。ここです、ここです。すみません。はい。はい、横畑、君がそう言ってるの、そう分析した記憶はないし、そう理解はなかったと思いますね、ここに書かれている外国の武力攻撃は、日本そのものへの攻撃のことです、日本が侵略をされて、いないときにどうなるなんて議論は当時なかった。これを根拠に憲法改憲なんて夢にも思っていなかった、いや よく掘り出したものだね。小西君、今まさに読み上げていただいた通りなんです。この政府見解を作った本人がこの昭和47年政府見解、外国の武力攻撃という裸の言葉を我が国に対する外国の武力攻撃に決まりきっている、それしかないの。防衛庁の政府見解はまさに我が国に対する武力攻撃しか言っていないです。まさにそうなのに、同盟国に対する武力攻撃も読めるというふうに言って、集団的自衛権を作り出しているんですけれども、それを真っ向から作った方が否定されているんです。中谷大臣に伺います。この角田元長官、最高裁判事の見解、作った本人ですよ、これ、間違いなんでしょうか。どうぞ。中谷大臣、どうぞ。
横畑長官。昭和47年の政府見解は、その結論はまさに我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみ、武力の行使ができるということでありまして、従来の自衛権発動の3要件そのものが結論でございます。これすなわちご指摘の当時の防衛庁の提出ペーパーの内容とも全く整合するものでございます。で、昭和47年見解の法理といい、また1-2の基本論理と申し上げているのは、その結論を導くその前提としてのものの考え方でございます。つまりその憲法9条の下でも我が国として自衛権の行使が許される、なぜかということでございまして、我が国として憲法9条の下でも自衛権は否定されていないこと、しかしながら最小限であって、まさに国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫性の事態に対処する必要最小限のもののみが許されるという考え方を述べているわけでございます。そこでその結論に至る前の事実認識、当時の事実認識としてましては、これに該当する場合は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという事実認識を前提にしていると述べているわけでございまして、ご指摘の元法制局長官の答弁といった答弁ではないですね、その週刊誌の記事でございますね、この引用部分も、まさに当時の事実認識を述べているものと理解しております。はい、まさに安倍総理の顧問弁護士、この場にではなくて安倍総理の顧問弁護士らしい立派な三百代言でございました。全国の弁護士をはじめ法律の専門家に申し上げます。今横畑長官がルル答弁した記弁ですけれども、8月3日に質疑、私の質疑において政府統一見解を求めてすでに委員会の理事会に提出されております。私のホームページで公開をしております。全く論理的に破綻したものです。我が国の全法律家の総力を挙げて、この安倍内閣の空前絶後の、あえて申し上げます、クーデターです。これを阻止していただきたいと思います。じゃあ、この週刊誌の記事のですね、もう1ページをおめくりいただきますか。これ、一言だけ申し上げますけれども、これ、私、何度も、今、中谷大臣もいらしていただきますけれども、この昭和47年政府見解を作ったですね、吉国長官、真田次長、角田第一部長、皆さんが、昭和47年政府見解の中には、限定的な集団的自衛権も含めて、影も形も存在しないということを答弁で明確に明言をしているところでございます。作った3人の本人が、安倍内閣の見解を全否定しているんです。じゃあ、次のページ、おめくりいただけますか。これは昭和29年6月の2日に参議院の本会議で可決された参議院の本会議決議でございます。中谷大臣も何回も伺ったことありますけど、上から14目ぐらいのですね、黒い文字ですね、ご祝体もご覧いただきますか。自衛とは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛であって、憲法9条の自衛とは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であって、それは我が国土を守るという具体的な場合に限るべきものであるというふうに言っております。これは先ほどの中谷大臣がお認めになった防衛庁の政府見解の旧3要件と同じ考え方であるという理解でよろしいですか。中谷大臣。はい、ご質問の、参議院の本会議決議は、昭和29年、6月2日の自衛隊の海外出動をなさざることのに関する決であると承知しております。ご指摘 の本会議決議の有権的な解釈につきましては、行政府としては申し上げる立場にはございませんが、それから現在におきましてですね、非常に想像しない、もうつかないほど状況が変化をしておりまして、今や脅威は容易に国境を越えてくる時代となりまして、もはやどの国も一国のみでは自国の安全を守れない時代となりまして、こういった安全保障環境の大きな変化を踏まえれば、新三要件のもとにですね、他国に対する武力攻撃であっても、我が国の存立を全うし、国民を守るための必要な自衛の措置として、
限定的な集団的自衛権の行使が許容されると判断に至ったものでございます。でこの平和安全法制につきましても自衛のための必要最小限度の武力の行使しか認められないという従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理、これは全く変わっておらず、合憲性と法的安定性は確保されると認識しております。小西君、はい、大臣が食い込んでしまいましたので、この今の本会決議、最後ご覧いただきますか。憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一層上から言っても、海外に主導せるということを国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのでありますというふうに言っております。つまり、各憲法の解釈改憲を禁止する本会決議なんです。河野池委員長が先日、8月の3日、貴族院が止められた軍部の戦争に至った道というものを十分反省しながら、参議院の存在を一生懸命作り上げたという、まさに参議院の趣旨をかなう憲法決議であろうかと思います。こういう安倍内閣の解釈改憲と矛盾する本会決議があるのに、参議院の本会決議を開かずに、60日ルールということが言われておりますけど、そんなことをするのは参議院の否定するものであるということを大臣の皆様に申し上げまして、私の質疑させていただきます。ありがとうございました。